長岡の花火の後、宿泊先のホテルに到着したのが深夜2時。場所は長野県白馬村の別荘地に佇むホテルオークフォレスト。花火の感動が冷めぬまま朝食をいただく。こういう朝ごはんが大好きです。寝ぼけまなこの待機、人数と今さてかどんな状況、4時間睡眠じゃ眠いよな。全然も千葉でやるなら勝浦行きましょう。本日の予定はチェックアウト後11時45分出発で上高地へ行きます。来年の1年、それまで時間があるので朝食後に散歩がてら白馬村を散策したいと思います。ママと大輝はチェックアウトまでのんびりしたいってことで、お父ちゃんとコータの2人で出かけます。30人もいるならね。それでは行ってみましょう。コータから、あの、はい、おはようございます。言葉アウトドアチャンネル、お父ちゃんです。あ、はい、コータです。はい、というわけで、昨日長岡の花火見終わって3時間かけてバスでまた白馬に戻ってきて、白馬のホテルで今日1泊しました。で、チェックアウトは10時なんですけど、バス出発が11時45分ということで、まだまだちょっと時間が3時間ほどありますんで、これから白馬村の駅に行ってみたいと思います。何しに来たらいいのかなんですけどね。鉄道オタクのコータに付き合ってちょっと散歩したいと思います。じゃあ行きましょう。レッツラン乗っけてーって頭だから乗っこなんば。はい、じゃあここから白馬村の駅まで約 3.2 キロ歩いたら40分ぐらいだそうですが、もしかしたら帰りはタクシー使うかもしれません。駅に行けよ。駅は、ね、決まりない、ない。ちなみに3000円弱だそうです。案外安い。じゃあ行きましょう。はい、白馬の駅前に来ました。あ、財布持ってきてる。持ってる。あ、じゃああれ。あ、行こう行こう行こう。とりあえず行こう。こっちから行こう。正面。行ってるよ。はい、白馬駅。白馬駅にやってまいりました。 JR JR 東日本区間だけど、バスは JR 西日本。わ、駅前何もないね。値段よりはあり。コーヒーショップと、コーヒースタンド。まずウェルカムトゥ白馬。90年だって。鉄道白馬90年大糸線でしょ。アニバーサリーって書いてある。大糸線は90年。おー、白馬駅だ。足あり。うん、なんかどこだな。あれ行ってみて。あれ、これさっき見たやつじゃない。多分そうだね。ここは、いやいやいや、そこはちょっと、もう14分は。あ、白馬の駅潜入したいと思います。パリオリンピックスケートボード、永原選手。
ーターヘリです。じゃあ行きましょう。白馬駅。え？ JR 西日本の区間と東日本の区間と東海の区間に JR3 つが入ってんだ。はい、白馬駅構内にやってまいりました。なんかこういうローカル線の駅を結構行きましたね。なんかアニメの世界に出てきそうな風景だね。後ろが森って。雲がなんかこういい感じだね。試合の椅子が、駅の待ち合いの椅子が、スノーボーです。スノーボーの板がこんな感じ。結局こうなんていうとこだっけ。大出なんちゃら、大出なんちゃらすり橋みたいな。すり橋だよ、大出つり橋。散策コース。散策はしないだろさすがに。ここら辺回るだけで、うん、なかなかいいとこじゃないですか。おお、めちゃくちゃいいじゃん。おー、綺麗だね。で、後ろがスキー場、白馬のスキー場。雰囲気あるところに来ましたよ。吊り橋だから揺れるね、やっぱり。まあ飲食店だと思うけど、カッパテ何屋さん、ご飯屋さん。あ、これ人住んでんだ、すごい。公園ではありません。これ蕎麦屋かな。